はい、それでは最後の曲聴いてください。そばにいて。あるんですけども、あの私荒金理子はですね、アメブロ、ツイッター、ツイキャス、ショールームやっております。あ、 YouTube もあります。ぜひぜひ全部チェックしてみてください。